やた、はい、これ例のやたついてくれたストロベリーアイス、はい、はいはい、この時期になったらね掘り上げなきゃいけないのよ。あー、うん、このままじゃないんですね。そうで、まあテープもね取ってね、うん、まず一回目がついてるか気になりますね、うん、ただ前ほら見たじゃね、見ましたね、うん、あの時ついたから、はい、うん、じゃあとりあえずこれ5個ついてるから5個取ってみよう、はい、みんな取っちゃいますね、うん、苦労したんだよな子供。いやいや、めっちゃいいじゃん、めっちゃいい、ここっすよね、うん、めっちゃいい、綺麗についてるわ、目がブクって広がってきてますね、うん、他のも全部取っちゃおうね、はい、なんかえぐいリングつけてんな2名層見れちゃいました。わっ、すげえ、これもめっちゃ良さそう、ブリブリじゃねえか、めっちゃ良さそうっすね、あー、いい感じでついてるわ、オッケーですね、5個ついたんで全部うまくいってるといいですけどね、もう大丈夫だよ、もう大丈夫な感じ、おお、すごいな、はいはいはい、3つ目 OK、 いい感じっすね、やっぱり先生がいいからかなこれそれもあるかもしれない、おっ、あー完璧完璧、いい感じ、あー、いい感じだな、あ、これもいい感じですよ、うまくないですか、ちょっと待って、あ、これな、はい、あ、いいねいいね、ちょっとブルースっていうかね、少しこういう風な、あの内目みたいなところはあるけど、まあ、全然問題ない、これは、あー、ちょっとかぶっちゃってるっていう感じ、うん、このね、ちょっと黒くなってるでしょ、あざみたいな、あー、はい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 、はい、あざみたいな、うん、これ別にあのちょっとね、当たっちゃったりして、はい、あの色がちょっと変色してるけど、はい、これはこれで問題ない、全然、おー、よかった、なんで5本中5本 100% じゃん、やった、やりましたね、うん、じゃあこれ掘って、はい、ポット揚げしよう、はい、うん、そしたらもう信頼だから、芽が出たら、マジっすか、うん、普通に1500円で売れるレベルよ、すごいっす、あ、じゃあちょっと、はい、掘ってみよう、はい、うん、はい、で次のところもう一回入れてみて、うん、次のところ、そう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 、じゃあそれで抜けるかな、そうそうそう抜きました、ああ、よっしゃー、お、はい、お、根っこもしっかり出てますね、うん、いいねいいねいいね、はい、うん、5本全部抜いちゃおう、はい、それついてある、できなかったっす、うん、どうですか、 OK、これ5本ね、はい、よし、じゃあこれポット揚げしよう、はい、うん、そのついてないやつはそこの辺にぶちゃっといて、あ、ぶちゃるってわかんねえか、捨てるっすか、そうそうそうじゃあ行きます、はい、はい、じゃあ抜いてきました、うん、やだな、じゃあこれ、はい、まず上の成長点全部切りたいから、はい、うん、それより今刺してるところにちょっと下あたりで一回切っちゃってくれるか、はい、この辺で、うん、もうちょい下でもいいかな、うん、うん、そうだね、はい、オッケー、ちょっと見せて、いいねいいね、じゃあそれを今度根を切らないとこんなに長いの入らないんで、うんうんうん、じゃあ根切ってもらえる、これはどの辺ですか、まずね拳でまず握ってもらって、はい、根の下を握る、うん、上だね、上に合わせてもらって、ね、うん、はい、でちょっと土がついてるの取ってもらっていいかな、うん、はい、よし、ねその出てるちょうどこの辺で切ってもらえばいいかな、この辺で、うん、バサッと、はい、一気にいっちゃっていいわ、うん、今この時期休眠してるからね大丈夫、うん、で見せてみて、うん、いいわ、はい、いいわ、おー、うん、こんだけあれば十分、根がね残ってればね、うん、うん、じゃあこれちょっとポリポットに、はい、俺はいつもね3寸か 3.5 寸ロングのポットに入れてる、
じゃあちょっとそれで、はい、まあ土と持ってくるからさ待ってて、はい、分かりました。じゃあこれあと4つ作っておきますね、うんうん、じゃあ土作ってくるわ俺。はい、お願いします、うん、はい。お、やだ切ってくれたね。はい、お、いいじゃんいいじゃん、うんうん、うんうん、いい感じで植えてもらえるかな。はい、分かりました。じゃあこの辺からはい、うん、一応 3.5 寸ロングかな。はい、うん、3寸ロングでもいいかったかもしれないね。ああ、うん、そこまで大きくなくてもまだそうだね。じゃあ高さを合わせて、うん、目にかぶらない方がいいですね。そうだね、土がね、うん、あとあの例のウォータリングスペースっていうの、はいはいはい、レイブンマスターもこれはよく昔から言ってたからね。しっかりやっぱり水をやるスペースを 取らないとダメだよっつって。ちょっと長すぎたっすかね。まあいいかな、うん、大丈夫、もうちょい入れてもいいかな土は。うんうんうん、 OK。 でちょっと、うん、落としてもらって、うん、こんな感じですかね。 OKOK、 いい感じいい感じ、全然大丈夫それで。よーし、うん、ただ残りもやっちゃおうか。はい、うん、100発100中とは恐れ入ったな。うーん、そんな結構苦労したんですけど、めっちゃもたもたしてた。いや、やりづれーとか言ってたもんな。すげえやりづれーっつって、いや、これやばいっすって時間めっちゃかかって、これ最初の方にやったのかな、だからあ、ほんとよかったのかな、順番的に後のやつとか結構時間かかってたから。そうだな、うん、うんうん、いい感じ、うん、この、はい、この切り方だけちょっとな、この場所で、この場所、この変な中途半端、そう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 、この辺で、うんうん、まあそれでいいわ、うん、いい感じ、いい感じ、あとラストですね、うん、あとの管理としては結構水やっぱりいっぱいあげて、そう、肥料とかも大事。あ、ごめんごめん、これね実は元地は入れてあるわ、はい、あ、元地入ってるんですね、うんうん、今回俺が作ったこの土はね、はい、赤玉と普通のよく売ってる培養土、はい、と珪石、うんうんうん、と元肥、はい、そんだけ。でもこれ意外といいわやってて。あ、本当ですか、うん、確かになんか水はきはいいよ、すごい良さそうっすよね。で軽いから、はい、すごいあの珪石とか入れてるから、うん、軽いからあの本当にあの管理が楽、うん、そうっすね、うん、ただ水やりは結構頻繁にしないといけないから、うん、ちょっとそれがめんどくせえけど、うん、大丈夫、うん、じゃあこんな感じでね、はい、じゃあ5個、5個5つできました。 OK でーす。じゃあこれ1個1500円だから1、2、3、4、5、今日じゃあ来た分で2つ持ってっていいよ。はい、ありがとうございます。はい、ではご視聴本日ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。